スイングする、右打者野球におけるグラウンド内の打者1打者、または、バッターとは、野球、ソフトボール、またはクリケットにおいて、投手が投げるボールを、バットを用いて打撃する選手のことである。クリケットの打者は一般にバッツマンと呼称されるが、オーストラリアでは、バッターと呼ばれている。イカ野球の打者について説明する。打席に立つ左打者チームはあらかじめ9人の選手の、 攻撃時の打順を定めておく。これに従って、各選手は自分の番が来た時に打者となり、バットを持って打者席に立つ。打席は本塁を隔てて一塁側と三塁側に設けられているが、どちらを用いるかは打者の打ち方によって選択して良い。三塁側に位置した打者を、右打者、または右打ち。一塁側に位置した打者を、左打者、または左打ちという。 一般的な打者は右打ち、または左打ちのいずれか一方であるが、左右両方の打ち方をすることができるものもおり、スイッチヒッターと呼ばれる。打席に立った打者は、打撃姿勢をとって、バットを使って、投球を打つ。ただし、実際に、その投球を打つかどうかは、打者の判断による。打者が打たなかった場合は、球審によりストライク、またはボールが宣告される。打者は、 アンダーを打ったり、支給支給などで出塁すると走者になる。特に、打者が一塁に進塁するまで、または、打順が次の打者に回るまでは、打者走者と呼ばれて区別されることもある。打者は、何らかの理由で、アウトになって、グラウンドから退くか、走者として出塁することで、打撃を完了する。これにより、打者には、打席、位置が記録される。 打撃が完了したら次の番の打者に打順が回る。投手成績としての打者は対戦した打者の延べ数である。前日の打者が打撃を完了すると、結果に関わらずその際に登板している投手に打者1が記録される。以下、この項目では打者走者についても述べるが、走者としての規則の詳細は、走者の項も参照されたい。次の場合、 打者はアウトを宣告される。バッターボックスから完全に足をはみ出すとは、バッターボックスを示している白線の外に、足の全部を出すことを言い、足が白線にかかっている限りは、反則打球にはならない。打球が次のようになった場合には、打者は安全に進塁することが認められる。本類が与えられる場合3個の安全進塁権が、与えられる場合2個の安全進塁権が与えられる、場合また、 次の場合には打者に安全に一塁が与えられる。打者は進塁し、一塁に触れなければならない。なお、上記のうち、子球、打撃妨害、守備妨害は、ボールデッドであるが、子球はボールインプレーである。子球で一塁に進んだ、打者走者が、塁から離れれば、食玉されると、アウトになる。上記の場合、打者が一塁に触れることは、義務付けられている。最終回、または、 延長会の裏で満塁の時、上記のようなプレーで押し出しになり、試合が決する場合、三塁走者と打者走者には新塁の義務がある。適当な時間が経っても三塁走者、打者走者が本塁、一塁に進まず、勝つ塁に触れなかった時には、守備側のアピールを待つことなく、審判員はアウトを宣告する。アベレージヒッター安定した打率を残す打者。 高打者と表現されることもある。アンティレボーラー積極的に打ちに行かず、何球か見送る打者を指す。待ち玉スタイルとも呼ばれる。死球狙いや、なるべく投手に多くの球数を投げさせるタイプの打者と、バリーボンズに代表されるような、打てる球が来るまでは打ちに行かない、高級必ずだの打者に分かれる。オポサイトヒッター流し打ちをする打者のこと。特に、自然と打球が、 反対方向に流れる打者を指す。千葉茂、マイクピアッツァ、ニオカとらが、典型例で、本塁打のほとんどが、ライト方向に飛ぶ。キャップヒッター外野手の間を抜ける打球を打つのが、得意な打者を指す。二塁打を量産する選手に多いが、あくまで外野手の間を抜ける打球なので、フェンス直撃や、外野手の頭を超える場合ではほとんど呼ばない。グラウンドボールヒッターゴロをよく打つ打者。 クラッチヒッター特典兼打率の高い打者、勝負強い打者のこと。スプレーヒッター引っ張り流し打ちで広角に打球を打ち分けることができる打者のこと。スラップヒッターコンパクトなスイングから内野手の間や頭上を抜ける当たりを狙う打者のこと。スラッカー主に飛距離のある打球を飛ばせる打者、本塁打の多い打者を指す。大砲、長距離砲、強打者などと表現される。打率は、 高くないが、本塁打の多い打者を指す打者が多いが、本塁打を主体に、打率、打点の3部門すべてで高い成績を残せる選手を指す場合もある。ホームランバッターとも呼ばれる。アイセップが高い数値である打者が特に該当する。ハイボールヒッター高めの球に強い打者のこと。バッドボールヒッターボール球でも積極的に打ちに行く打者を指す。 特に、ボール球でもあんだにできる能力を持っている打者で、アベレージヒッターであることが多い。また、ボール球を打ってしまうことで死球が極端に少ないことが多く、また三振も少ない。一郎、AJ ピアジンスキーが代表例である。一方、ボール球に手を出して三振してしまう打者は、フリースインガーと呼ばれる。フライボールヒッターフライ性の打球をよく打つ打者。 フリースインガーどんな球にでも手を出してしまう、バッドボールヒッターのうち、選球眼やミート技術が乏しい打者のこと。このような打者は、打率が高くなりづらく、ボール球スイング率が高く、子球が少なく、三振が多い傾向が強くなる。プルヒッター引っ張りが多い打者。このタイプの打者は、打球方向が偏るためしばしば極端な守備体系が、敷かれる。代表的な打者として、 土井正宏、松田信宏、T 岡田、中田翔などが挙げられる。ラインドライブヒッターライナー性の打球をよく打つ打者。パワーによってライナー性の打球となる打者と、バットコントロールによって意図的にライナー性の打球を打つことができる打者の二通りがある。前者はスラッガーに多く、後者はフリオフランコなど通列な打球を、一二塁間、三遊間に飛ばして、安打にできる。 アベレージヒッターに多い、ローボールヒッター低めの球に強い打者のこと、ありがとうございます。